今回はアンコモン定法を注目していこうと思います。このカードは、即座に大量のダメージを相手の部隊が少ないほど与えることができるという計略で、相手が1部隊2部隊だったらかなりのダメージが見込めるため、とっさの時に強い計略ですね。なので本来だったら厳しいような試合展開でも、このカードがいると割となんとかなることがあるみたいな、そういう計略ですね。でお相手は魅力盛りなんで93カウントでシュースを、ここは両党を敵上の工場準備ラインに貼り付けて板止めをしようと思ったのですが、迎撃が入ってしまい両党が撤退。これはかなり厳しいので、もう定法で復兵踏んでそのまんま内乱取りに行けれれば理想というところですが、復兵をうまく見つけることができず、で今回からちょっとお相手側のミニマップも右下に表示してますね。これでまあ復兵どの辺にいるよとかいうのも分かりやすくなるかなと思います。で、こちらはもう相手これ闘志が上がってきてたんで、復兵攻めに行ってるんかと思って、じゃあこれはもう主挙で工場を取りに行こうと思って、主挙と護慶で工場を取りに行く。でお相手は闘志の縄文工場、これ牙なんでスルーしてもいいかなと思ってたんですが、白持ちだとやっぱり痛いですね。でやっぱちょっとこれ周走を打たれた時にこの立ち回りはすべきじゃなかったかなっていう感じですね。周走の武力プラス4に徐々に回復する効果が合わさって守られてしまう。こちらは闘志の縄文2発高山城の工場入ってしまい、リードを許す形、なおも復兵が残ってしまっているという状態で、こちらはもうちょっとこれ以上の被害は受けないように、攻めに行ってる部隊はもうそのまんま撤退させて、下の2部隊で宝山城の工場を確実に止めていこうという感じで、周走が塗りに来ましたね。これはもうなんかここすごいお相手うまいことやってるんですよね。わざと一回周走を止まる素振りを見せることで、こちら側から見て右側に復兵いますよというふうに思わせるような素振りをして、で周走を帰らせていく。でこちら側としたらもう左側はかなり使ったし、復兵はもうこれ周走が怪しい動きしてる右側かなと思って、右側に低コスト、左側に高コスト。ただ万が一左側にいた時のために定法を主挙より先行させていったんですが、結果として主挙が踏んでしまう。これ本当にお相手の周走の動きがうまかったですね。かなり思わせぶりな動きをして復兵を右側を意識させるいいムーブでしたね。これもうこちらは主挙がいないんで、ここで攻めに行ったら間違いなくカウンターをもらって、これだけのリードじゃ済まなくなるんで、もう士気があふれる、なおリードもされたままの状態っていうのはもう主挙で踏んでしまった以上受け入れて、終盤でまくる展開に切り替えなければいけないかなというところですね。でお相手も士気があふれたのでおてんばの進撃で、これはもうこれは速度が上がってないなかったんで、5系を打って、向かってくるなら止める、帰ってくれるならもうそれでいいという状態で、お相手は帰ることを選択で、もうこれは合計はチンランをギリギリまで時間稼いで撤退させたいかなという感じですね。で一回サーチ変えて時間稼いで、で合計の降下時間ギリギリのところでチンランを撤退させて、これで部隊差が生まれたので、こちらのターンとして攻めていきたい。でお相手闘志が左側から来てるので、こちら5部隊全員入れる範囲で両党の、市場の集落チョイスは青で、ここで周走を仕留めれれば理想というところですが、お相手はもうおてんばを早めに打ってきましたね。これはもう闘志を削られてから打ってはまずいという判断でしょうか。で、こちらとしては、まあ、弓兵の祭祀を五系の走者で撃破と行きたかったところですが、ミリ残しさせてしまう。で、こちらは五軍の大攻勢。
増援号泣。ちょっと号泣は腐っちゃいましたが、ここで増援を使って、でお相手は連冠の方、工場制圧。こちらもお相手の連冠の方の工場は腐らせれたかなという感じで、できれば闘志が帝鳳の格殺ラインに入ったタイミングを見計らって帝鳳を打ちたい。お相手は宝山城、なんて読むか分かりません。ただでもこの子すごい可愛いなって思いますね。僕結構好みですね。でお相手の闘志が格殺圏内に入ったのを確信して、この帝鳳の計略も読めねえよ、この漢字難しくて、なんて読むか分かりません。とりあえず帝鳳の計略で、向こうの永続計略である周宗と強化状態だった闘志を撤退させて、ただお相手は、連冠の方に工場がついている状態なので、この強者戦法は通るとかなりでかい。できることならこちらとしたらリードを取ったので、この両党と合計で鎮岩の工場の被害を最低限に済ませて守りきりたいというところ。ただ鎮岩は武力自体は上がってはいないので、ある程度のダメージを取れてしまえばそのまんま撤退させられそうで、こちら攻めていた部隊が撤退で、鎮岩の工場を止めて、これだったら祭祀の左側の祭祀の一発どころか二発は政府圏内かなと思うので、中央の2部隊を止める形。もう一度号泣マヒア戦法で、ここは迎撃もらってしまうとそのまんま負けルートなので、両党は慎重に動いて、まずは攻撃勢から撃破というところで、お相手は周宗気合室を発動。これは気合室を使うことで宝山城の兵力を回復させるという目的でしょうね。四季三で発動できるので、こういった使い方もできるといううまい応用ですね。で、闘志のオーラを一回消してちょろっと時間稼いで、あとは宝山城の工場ゲージを止めて、あとはまあこのまんま部隊が復活しているので止めて終了っていう感じですね。このように帝鳳、かなりこんだけぐだっちゃった試合、ミスの多かった試合でも帝鳳の計略があればなんとかなるみたいな、そんな試合です。